では、国対委員長の定例記者会見を始めます。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。若干早いですけど、皆さんお揃いであれば始めたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、今予算のですね、示相が行われているところですが、まずこのことについては昨日ですね、職権で委員長の職権でセットされたということには抗議をしておりますし、この委員会の中でですね、何らかの委員長の発言というのがあるかどうかというのは注目をしているところです。自民党側からはですね、統一会派に職権でセットしたことについて謝罪があったというふうに聞いておりますが、まあ、実際委員会の中でですね、委員長がどういう対応をするのかと、まあ、14日の本会議立てがもう決まっている中でですね、なんか無理に職権で立てるというのはちょっとどういうことかなと、まあ、委員長も不慣れな部分があるのではないかなという感じを受けています。この予算委員会ですね、要求した時間すべて獲得できたわけではありませんし、このように最後職権でセットされたということについては非常に残念だと思っています。そもそも臨時国会が開かれていないということで、その分まで含めてですね、さらに多くの時間をということを要求しておりましたので、まあ実質2日半という程度の日程に終わるということについては非常に残念ですし、本予算の審議の中にですね、こういった部分は獲得をしていきたいというふうに思っています。また先週ですね、行われた委員会の時間配分の関係で、まあ、大阪維新と改革結集ですが、こちらとですね、まあ与党も含めてですね、スムーズなその時間の配分ができなかったということがありました。これは当然ですね、まあ、我々は野党だということをしっかり立ち位置としてですね、辞任をしてやっていることでありますので、本会議場でですね、嬉しげに独自のなんかやり方でやっていきますと、与党でも野党でもないということを言われれば、野党だということを辞任している我々もこういう対応を取らざるを得ないということだと思いますので、まあ、今後のですね、それぞれの党の動きを見ながら、またこういうものについては判断をしていきたいというふうに思います。まあ、与党からすればですね、政権に入っていなければ与党ではないというのはこれは全くおっしゃる通りですが、かといって野党の定義というのがあるわけでもありませんから、野党をはっきり立ち位置が、野党の立ち位置がはっきりしている党がですね、そうではないというふうになれば、これは野党ではないと、なんだかよくわからない立ち位置ということになるのは致し方ないことではないかなというふうに思っています。まあ、このまま運べばですね、先ほど申し上げたこの予算の示相の運びがどうなるかというのはありますが、まあ、このまま進んでいけば週から3ということで、実質的にはですね、本当は昨年開かれるべきだった実質的な臨時国会というのがこの期間でですね、進んでいくということだろうと思いますし、臨時国会が実質的なものが終わってですね、いよいよ本予算の審議、上階に向かっていくと、こういう認識で、国会の対策をやっております。私からは以上です。ご質問ございますでしょうか。関係の内容です。時間配分の関係で大阪維新の理由はなんとなく分かるんですけど、改革結集の会を同じような会議の理由というのはどこにあるんでしょうか。なんかまあ、我々もその日本維新の会の時からですね、是々非々という言い方をしていたんですが、やはり態度がはっきりしないということとですね、最終的には、委員長からの要望もありですね、与野党ともに拠出をして、まあ、向こうが主張する、彼らが主張する野党の枠での配分ではありませんでしたが、金曜の夜にですね、与野党から一定時間を拠出して、合わせて50分程度ということで提案をしましたが、まあ、これも不満で、まあ、もともとのですね、頭数割りの時間で結構だというふうに言ってきましたので、まあ、今回そういうことになりましたけど、まあ、この後はそれぞれの立ち位置がどうなのかということを見極めてですね、意見交換をしながら、じゃあまあこういう言い方はあんまりハッピーでありませんけど、野党の仲間なのかですね、なんだかわからない立ち位置なのかということを見極めていくことになるというふうに思います。事実審の方です。まあ、今が大阪維新において質問時間の内容がうまくいかなかったというお話がありましたけれども、大阪維新と改革結集の会は補正予算には反対することを決めたことです。
で、まあ、いろいろ揉めたこともあったけれども、まあ、その衆院の予算委員会の採決の段階では、やっぱり一致して反対ということになったことですけども、それについてはですね、いわゆる是々非々でご判断をされたんだろうというふうに思いますので、野党か与党かっていう、あまり建設的な議論ではないように思いますが、今後、野党たる我々とですね、同じような立ち位置考え方かどうかというのは、それぞれの採決やですね、言動で判断をしていくことになるだろうというふうに思います。補正予算に反対だということもあってですね、今朝の集中審議では、一定の時間配分がされているということだと思います。ただ、私、見ておりませんし、確認はしておりませんが、今日の大阪の足立議員の予算委員会の質疑の冒頭で、野党の要求に屈せず、臨時国会を開かなかったことは結構だとかなんとかっていう話を、安倍総理にした矢に聞いておりますんで、これ確認しておりませんが、それが事実だとすればですね、野党は一致して、憲法にのっとって、臨時国会の開催を要求したわけですから、ちょっと奇妙なことになるなと、これは確認をしておりませんので、この後議事録等も見てですね、確認をしていきたいというふうに思います。我々もそうですが、その一つ一つの言動で、やはりその党の考え方というのはやっぱり判断されると思います。国会内でもそうですし、国民にもそういうことだと思います。他にご質問ございますか？よろしいでしょうか？それでは以上で終了します。